地図関陽区は中華人民共和国古北多少武漢市に位置する四角区。現地の習慣では武漢市の長江以北、観光以南の関陽区、武漢経済技術開発区の2つの行政区画を関陽と総称している。かつて関陽は武将、観光とともに隣接し合う3つの都市として武漢三鎮と総称されたが、現在は武漢市として統合されている。関洋は 東は、長江を隔てて、武将区を望み、武漢長江大橋と武漢長江三橋で結ばれている。北は、漢水を隔てて、観光地区を望み、高漢橋と観光鉄路橋などの橋で結ばれている。区内は、定地で、月湖、蓮華湖などの湖と亀山、鳳凰山などの山がある。全館では砂千県に属した。呉の時に、江夏軍事が置かれた。隋は、 関津県を置き、関陽県と改めた。元、名、新では、関陽府が設置された。1912年に、関陽県に改められ、1926年には、観光市に、1929年には、武将市に編入されるなど変遷があった。1949年に、関陽県と武将市と観光県が合併して、武漢市が成立した。近代では、 関洋鉄商と関洋兵工商が知られている。校舎は、新末のヨ務運動のリーダー張りのホラが創設したもので、そこで生産された小銃は、関洋作りと呼ばれ、当時の最新鋭の兵器で、民国期には各地の部隊に装備された。現在は、経済技術開発区に指定され、製造業が集中し、武漢の工業の中心の一つである。晴れ川角の非機器。 ありがとうございます。